結構距離あるっつったよね、場所。すごいね、心霊スポットガンガン回るね、この人。すごい。うん。すごいアクティブだね。結構人気なのね。ね、うん。なんか雑談本当はやりたいんだけど、あの心霊スポットで人気が出て、うん、そうそう。で、そうブレイクしたって言ってた。うん、で人気、うん、マリッツさん人気ですよって僕は推してるから。うん。そのうち海老蔵さんに紹介して、うん、海老蔵さん企画に入れて。あ、いいじゃんいいじゃん。うん。アナウンスお願いします誰か。あのサーバー外れ引いてるから入り直してくださいって誰か案内してください。サーバー外れ引いてるから、あのログアウトログインっていうか、そのブラウザキャッシュバックして、はい、入ってって誰かアナウンスしてあげてください。ユミさんに親切な方お願いします。猫が出てきてね、ぐちゃぐちゃっとね。あと、もし新規の方で見てくれてる方で面白かったなと思った人はフォローお願いします。怖い、猫怖い。フォローよろしくです。風船プレゼントありがとう。風船プレゼントありがとうございます。猫がまだハーハーしてる。幼稚園想像力すごいでしょ。すごい。もんちゃん動物大好きやろね。バガプレゼントありがとう、マスさん。とどめをフォローありがとね、ユミさん。シャリワさん、どうも。シャリワさん、どうもどうも。シャリワさん、懐かしい。懐かしいじゃん。うん。シャリワさん、ありがとう。最初ね。冬のコート持ってないですよ。一丁欄の革ジャンしかなくて。定期、ブツブツの人はブラズバック。たくみさん、サンキューです。ヒートテック買えれば。ねえ。似てるよね。俺のチェンコポークピッツって呼ばれてたから。マルチさんポークビッグなんだ。すごい。自分で言えるだけすごいんだよね。ピッツだよね。子だくさんなだけあります。子だくさんの、うん、3人いる。35歳で、うん、ギリチョコプレゼントありがとうございます。すごいね。35で3人育ててるってすごいよね。収入すごいよね。だって営業で、おう、防水屋さんやってる。へえー。で夜は配信やってんだ。受け負えないような大きい仕事が入ってきたら、うん、他に回してあげて、うん、そのマージンを立てる。はいはいはい、やり手なんだ。バガたくさんプレゼントありがとう。バガザイス、バガザイス、バガありがとう。次のスポットが最後の心霊スポットですね。あ、もう一個行くって。今日本当はこれで終わりだったらしいんだけど、もう一箇所同行するんで、うん、なんか この怖さをに乗じていきたいって。なるほど、盛り上がってきたと。ここはナビを使ってんでさ。なるほど。くねくね行っちゃうけどさ、うん、最短距離だと思うよ。うん、すごい。もう一箇所行きます。なんだメーターがおかしいな。また喋ってないのになんかボリュームがでかくなるな。なんだこれ。あとさ、あとで溶けないとダメかな。溶ける？ついてきちゃう。ついてきてるよこれ。いや、いっぱい静電気の静電気のようについちゃう。今霊ついてんの俺。雑魚だから気にしてないだっけ。キツネがついてきちゃった。キツネ見れるかも、一緒に帰れば。キツネ見ちゃった。キツネだとするとさっきの鳥、赤い鳥じゃない。オリオジさんありがとう。いや、次は何があった場所とかじゃなくて、俺は全然わかんない、ついてってるだけ。そう、うん、もう思いつきで、ロアコさんと心霊行こうって言って、で、マリッチさんの
丸一さんという心霊配信者がいるから一緒についてこうって言ってるから俺は何にも知らん。そう、その丸一さんの車に追従してるだけ。そう、だ何があった場所とか全部丸一さんに聞いてほしいかな。キャスでやってるよ。丸一で検索すればすぐ出るよ。ひらがな、うん、丸一、うん、そこにチャリワさんいるか、チャリワさんに丸一さんの URL があって。シャリワさん、もしよかったら丸一さんの URL お願いします。動物じゃない人。何だったんだろうな、方角が狂ったの。あんまりないっつうか、生まれて初めてだよこんな。右行ってたつもりになってたでしょ。違うんだよね、なんかありえない場所に自分の体感ではあるじゃん、こっち側から来たっていう、うん、じゃないのに全く反対側の方にその車があるの、うん、なんかほんとバカされた感じがすんの。この方角じゃねえよっていう。でもライトはずっと左に行ってたから、だからみんなから見ると普通だったよっていうふうに言われて、うん、僕のほら座ってたあのさ、あそこから見ればどんどん左に行ってたよ。え、光がね、うん、左、うん、そうだよね。うん。何だったんだろう。セレオさん、ありがとう。ちょっと距離はあるって言ってたよ、今度行くところはね。うん。いやー、なんか変な感じするな。次の場所、心霊好きなんだ、みんな。チャリワさん、すいません、なんかスタッフみたいなことさせちゃって申し訳ないです。ありがとうございます。次の場所も楽しみっつうか、もう怖いよ俺。静電気大丈夫。あ、そうそう、懐中電灯、これ電池切れないよね。なんか途中で2回つかなくなったんだよこれさ。ここを押すタイプなんだよ、ここカチャッと。だけどそのパツって切れたの2回、ありえる？そんなこと。霊的ならありえる。電池とか全然切れてないもんね、つくもんね、ほら明るいよね。なんなんだろう、回線は IMAX じゃなくてプララだね。 4パターンがあるんでさ、うん、うん、いや普通の常備つくモードでやってたの。モールス信号も入ってんでさ、うん、SOS も入ってる。うんうん、首痛い。ちょっと生主スイッチ切ります。喋りちょっと疲れ、ごめんね、ちょっと疲れたからちょっと休ませて。そうそう、ガスさん生主もね、ちょっと老子さん繋いでよ。え、届くのが全部のコード届くはず。どう見れる？はい、もうちょっとかな、このコードが。あ、オッケー、はい、どうもー、海坊主です、よろしくね。だから動物の狐のことだ。どうした、何言ってんの？ん、なんか出たんで。どれ？ちょっと待って、別のとこで。うんうん、ありえないとは言えない。うん、そうだよね、ありえないとは言えないよね。うん、狐に化けされたってこともありえるよね。ほら、狐の鳥移しに行ったのに油揚げ持ってこなかったから怒ってる。うん、子狐の場合と大人狐の場合がいて、大人狐は悪質なのね、子供狐はね、いたずらが大好きでさ、際どかったね、警察署の前だったんだよ今。角が警察署。何が際どかった？え、ヒーロー無視。あ、マジで。うん、ほら、ついてかないと。ヒーローはね、無視じゃなくてギリギリ
オッケーだよ、うん、ギリギリ。俺もさっきの場所寒気した。うん、おばんです。チャリオさんいらっしゃい。うん。チャリオさんよかったらね、あのキャスのね、あ、貼ってくれたよ。貼ってくれた？うん。うん。ヒカルがタイプのロハコさんだ。ヒカルさんタイプからだんだん外れようとしてるよね。ランハゲを僕にはね押し付けようとかね、一泊させるっていう魂胆で、一泊させたらもうズル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 と4泊5泊6泊7泊怖い怖い、そう考えてたんだって。でやばいなと思って断った。で小島グランプリさんも一泊っていう 手で、僕が LINE で危険ですよって、一泊がズルズルズルズですよって、はい、金梅さんちも一泊っつってズルズルズルと今でもなのずっといるもんね。うん、怖い怖い。ああ怖い。ロハコさん、海老蔵以来だ。そっか、海老蔵さんね、放送たまに今再開してるんでね、土日が主にやってる、平日働いてるんでね、あんまりできないですけどね、土日メインでやってるんでね、かっこいいよね、海老蔵さんのもっこりでかいし左に寄ってるところがミソなのね。詳しい。うん、マルチさんはね、右に寄ってるのね。ポリスカウター半端じゃないかね、ロハコさん。垂れたね。垂れたよね、ティンコがね。右に寄ってんのがマルチさん。正常だから。左に寄ってんのがエビゾウさん。ロハさん自体インポだから。横山みどりさんはね、大根がぶる下がってるように見える。大根。干し大根。うん。がぶる下がってるように見える。大根もっと AI なんやだしね。うん。ちょっと強根。だから、パンタさんは強根好きなってことなんだよね。もう緩まん。強根に慣れてやった。喧嘩するほど仲がいいって言うしね。離婚の危機だったらしいけど大丈夫になったみたいだし。だって2人目の子供見守ってる。だってそうそう、それで2人産んだでしょ。2人目産んじゃって、今度ね、別れると今度慰謝料が大変。財産持ってないから。そう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 、養育費取れてって感じだね。養育取れんのかな。いや取れるでしょ、裁判したら。いや5万ぐらい。5万ぐらいだろうね。金梅って誰の家に住んでるの。金梅さんは、金梅さんは自分家に住んでるよ。ランハゲっていうのが金梅さんの家にね、今ね、寄生虫、寄生虫っていうのみんなになすりつけよう、そうそう、みんなになすりつけ一泊っていうことにして、だって金梅さん家も一泊いいよ、一泊ならっつって、もう、出てけよっつってもね、3杯目ヒカルさんと一緒になって3人で3どんどん増えてきて、ずる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 きついと思うよ。食費とか全部持ってあげるのきついよ。ていうかもう、だから金梅さんの稼ぎで、3人さ、男がいるって嫌だよ。いや金梅さんはバイセクシャルだから。え、金梅さんってバイなの。3杯目光は OK だけどランハゲは嫌い。え、金梅さんってバイなの。バイだよ。え、マジで。本気で言ってる。本気。リスナーに聞いてごらん。え、本当なの。知らなかったんだけど。バイセクシャルだ。え、それ何、ネタじゃなくて。ネタじゃなくて本当に男好きだって。あ、そうなんだ。ただ女8割男2割なんじゃないかな。新ヤッチョとか大好き。あ、だからあのコンビなんだ。へえ。あ、知らなかったわ。あ、URL ありがとうね、チャリワさん。このね、貼ってあるね、
1110番っていうのがね、この URL がね、丸一さん現在ね、あの今は放送してないけど後でまた放送再開するんでね、うん、まあ動画公開にもなるんでね、あの 見逃した方はね、あっちで怖いもの配信見てくださいね。え、次4件目だっけ、心霊スポット。そうだね、すげえな、心霊スポットのはしごってすごいよね。一度行ったと、行ったことあるんで、もうナビに入ってるデータが。で、まあちょっと時間かかるけど、もう一軒行かない、この勢いでっていう。いや、いいと思う。うん。うわ、何あれ、観覧車。うわ、すげえ。え、何これ。遊園地だ。止まったまんまなんだね。すごいね。こっちから言うと、読売ランドの方かな。あ、本当だ、読売って書いてある。うん。へー。方角的にね。本当だ。あ、左折マークついてるよ。読売ランドって横浜なの？違う。東京？鶴見の方っていうか、うん、なんていうの？微妙だよね。行ったことない。神奈川県と東京の境目ぐらいの。東京のちょっと先の方の。はい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 。だから敷地的には神奈川県かもしれない。東京か神奈川かの微妙なラインなんだ。東京読売ランドって歌ってないからね。鶴見とかわかんないよね。でもさ、あれ外れてゴロン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 って回ってきたら怖いだよね。倒れる家はどこだ、その倒れる真ん中の何もないところに、うちに倒れますようにってね。うん、プールが楽しい、波のプールとか。波のプール、パンツ脱げちゃうってやつね。あ、こっから東京都なんだ。稲城、うん、初耳なのか。東京都に今入ったんだね。ああ、うん、あー綺麗、街が、うん、街すげー、丘から見る東京すごいね。そうだね、綺麗、こっからだと丸一さん家まで30分ぐらいなんじゃないかな。あー近いんだね。だから逆に僕らが帰れるようにどっかね、20号なり誘導する方が時間かかるけど、明日今日休みだから日曜で、うん、ありがたい。でその上起きたら子供サービス3人サービスするんだって。いいね。3人のうち2人かな、一番上11歳だからさ。うん、なんかね、洞窟とかあるんだよ。洞窟、うん、ね、それ旧陸軍とか、なんか普通のなんか風穴っていうか、なんか寒いんだよね、洞窟って。夏にさ、行ったけど、すごい氷ができてんの。あの樹海の方とかにあるような、うんうん、そういう洞窟。そうそう、氷結というのね。氷結か、うん、行ったけどすごかったよ、冷蔵庫で。それを江戸まで運んでたんだって、氷の塊を。うん、切ってね。そうそうそう、うん、天然の氷藁に包んで。ちっちゃくなっちゃった。うん、ちっちゃくなることを想定して、かなり大きく切って、ちっちゃくても殿様に献上とかね。殿様ってすごいよね。うん、アイス食べてた。そう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 。アイスというか、アイス、そうそう、氷入りのお茶とかね。うん、いいよね。まだ抹茶とかなかったんだろうから、そこ寄ったんですけど。ここなんだ、住宅街。うん、なんだここ。え、何あの建物、廃墟じゃないって言ってたよ。廃墟ではないんだ。トンネルか山だったはず。トンネルか山。うん、行きます。これ、うん、準備した。じゃあね、到着したんでね。神社でしょ、これ。ロコさんは男だけが好きなん？女は？女2割。バイセクシャルだけどゲイ寄りだよね。ゲイ寄り。男8割。うん、なんで、ね、マリッチさんみたいに100点満点、100じゃない。1億満点みたいな人はね、もう大歓迎。1億満点もう100点なんじゃない。じゃあ行きますか。そんな100点なんて、ね、さんに配線の整理しないといけないから配線の整理して、いや、こっち側は繋がってるから そっちをどうにかしてほしい。パソコンと絶対絡まないような状態。
ケー。オッケー、サンキュー。いきますか。よし。ライトで遊んで無駄遣いしないかって。はい。充電して。電気。電波あるね。綺麗な水放送だけど、まあまだ、うん。多分色が綺麗だね。じゃあ皆さん準備はいいですか。第4のスポット行きます。準備いいですか、皆さん。OK だったら手挙げてください。いきますよ。ここ一応心霊スポットランキングの心霊のレベルで言うとレベル4なんで、レベル最初行ったところと一緒です。レベル4っていうのは5段階評価で5が一番最高なんですけど。なるほど。4レベル4。じゃ結構怖いところですね。レベル4。さあ見え。結構激ヤバスポットじゃねえか。レベル通りってなんか外国の現金操作みたいな。レベル4。気をつけて、うん、静かだけど、うん、てかもう寒さでやべえ。これすごい車だと思わない？スーパーカー、レトロの、あ、マスタングか、すげえな。あれの空気を取り入れやすい。すげえな。いや、超寒い。風邪ひくわ、これ決まれるね。懐中電灯つけない方がいいですね。うん、うん、充電式だからまだ まだ持つけどね。あ、これ充電式なんだ。充電式の方が買ったの。ほう、わざわざすごいね。充電式の電池をまた別売りだから、ね、なるほど。うん、徐々に返されるテラスか。すげー。首は置けない。なんか新しいんだよ。やばいっすね。マイナスか。ですよね。ここは都内になるのかな。都内某所でいいと思います。さっき東京入ったってアナウンスがあったんで、多分西東京の外れの方。
いやマジで寒すぎる。結構レベル4だって、5段階評価でレベル4だって。早いって言ってます。ゆっくり行く。戻ってくる感じのルートですか？そうです。先行ってます。寒い。満月がすごいっすよ。フルムーン、フルムーンですね。うわ、やば。これはやばい。やっば。ここは、わかんないですね、神社系かどうか。てか心霊スポットってやっぱお墓の周り多いんすね。多いですね。今開発中なんでね、はい、結構このお墓を崩して、あ、崩してるんだ。はい、崩してるんですよ。なるほど。眠そうだったけど心配で眠ない。ありがとう。お墓崩してますね。こちらのお墓だったんですね。はいはい、全部右側が、はい、ああ。すごい、ずっとお墓っすね。この右側もお墓だったらしいっすね。それ今、ああお墓全部崩れてるわ。前よりもなくなったわけ。あ、そうっすか。これ移動するって感じなんですか。そうっすね。うわ、上までずっとお墓なんですね。そうなんですよ。はい。ここに。はい。うわ、なんで？え、どういうことっすかこれ。名簿時です。で、はい。今あの、はい、お墓から出された、はい、遺骨が全部この中にしまってあるんですよ。この中、ここに今じゃあお墓の、ここに今あの骨をまとめてるらしいですね。あ、本当だ、納骨されてる。あ、ダメか、映さないようにしよう。ちょっと不謹慎なんで中は映さないようにしますが、お墓が全部崩れされてますね。すごいね、上までずっとお墓だよ。これはすごいな。 お墓を建て直してるんだって。うわぁ、綺麗だな。すごい、東京の夜景ですよ。すごい眺めがいいんですよね。ですね、ちょっとピンボケで、無理かな。ピンボケしちゃってるな。はい、絶景ですよ。宝石箱やぁ。やばいっすね、この夜景は。いやぁ、綺麗だな。夜景も楽しいんだけど。すごい、あの配信で見てるよりも僕の目に映ってる夜景綺麗ですよ。ここいい風景が見れる。丘になってて、その仏様、要は亡くなった方々が多分いい夜景が見えるように建てられた場所なんですね。いいお墓ですね、ここは。綺麗だね。すごいな、上の方までお墓だ。ずーっとお墓だ。あ、ここ綺麗になってる、舗装されてる。あ、すごい、いい、いい。
あ、ここはいいや。お墓でいい、いいところですよ。あ、この舗装されたのはいいな。すごい量のお墓だ。はい、360度、綺麗でしょ。みんな見えてる？すごいよ、東京の夜景が。東京ってすごいね。東京ってすごいわ。ほら、ずーっとずーっと夜景。すごいっすね、これすごいっすね、この夜景は。すごいわ。夜景はいいんですけどね、ただこっちはやばいっすね、このギャップ。暗くついたら食べないんですけど、戻っていい？あ、OK です、OK です、戻ってください、戻っていてください。怖いっすね。寝れないと怖い。この綺麗さと怖さのギャップがすごい。夜景だけでもいいよ。時間がなかったらもっと夜景綺麗なのに。そうかもしれない。もう、もう。うん。まあ、もう。登れば登るほど夜景綺麗だな。このギャップやばいよね。タヌキ出るんですよ。タヌキっすか。タヌキ可愛いっすよね。ここ石古いっすね。ここはてっぺんっすか。これが無縁。まだあんの。え、これ全部無縁仏っすか。はい、やば。無縁仏4000体ってとこっすね。え、やば。うわ、ほんとだ。上の方も全部だ。上までです。え、これ全部無縁仏ですか。はい。ええ、なんで、え、なんでこんななんですか。名前一個も書いてねえ。え、なにこれ。全部これ無縁仏だって。ん、あれまだつかない。あれ？つかない。すげえな。なんか、上の方もっすか？上もです。ええー、やば。ほんとだ。お墓の名前が一個も書いてない。そうなんです。階段かと思いきや。階段だと思ってます、僕。いや、これ全部無縁仏です。やば。なんか、すごいっすね、これ。なんか、遺跡みたいな。で、こっちの方、石きれいですけど、こっちの方なんでまだらなんですかね。石が。あー、戦場だったのかな。これな、どれくらい前の石なんですかね。相当古いっすよね。もうわかんないですよね。これ、すごいな。
調べたいですね、ちょっと。もうとんでもなく古い、そのお墓なんですよ。あれ、これ仏像？これ、あれ、仏像っすね、掘ってありますね。ほんとだ、よく見ると仏像っすね。すげえな。素敵ですね、もうこれ。やば。お父さん、ここ登ってきてください。いや、ここ入れないっすね。ここ無理っす、僕。ここ一人で登ってきたんで。ここっすか、はい、上まで、はい、ちょっと行けますか、じゃあ。ちょっと照らしててもらってもいいですか、はい、絶対切らないでくださいね、はい。お邪魔します。失礼します。お邪魔します。お邪魔します。失礼します。お邪魔します。うわ、怖え。電気、あ、つかねえし。どこまであんの？どこまであんのこれ。お邪魔します、失礼します。うそ、ずっと上まであるよ。どこまであんのこれ。お邪魔します。すげえ、なにこれ、なんか世界遺産みたいな、ずっとある。嘘、なんかすごいっすね。お邪魔します。ずっとあります、全部お墓です。失礼します、お邪魔します。すごいな、ちょっとこれはすごいわ。もうほんと、あ、世界遺産でしょこれ。失礼します、お邪魔します。これ頂上っすね、皆さん見てください、全部お墓です。これ全部無縁仏のお墓らしいです。絶景です、夜景が。見てください、とんでもない数です。これ1万じゃ効かないです。1万じゃ効かない数の無縁仏の、見えますか、これすごいっすね。なんかね、心霊スポットとかじゃなくて、もう神秘さを感じるレベルだよ。これはすごい。これやばいっすね。多分この景色を、あれですね、昔からこういうすごい景色だったんでしょうね、多分江戸の。これはすごい。これちょっとなんかもう、すごいっすね。なんかとんでもないところに来たなっていう。全部っすよ。もう、これ、カメラに映ってる下の方まで全部っすよ。と、これ。全部です。全部です。すごい。すごい、これは。なんかね、もうここまで行くとなんか、すごいね。なんかね、怖いとかじゃなくても、神秘さすら感じるぐらいだよ。本当に。すごい数。これはすごいな。気持ち持って帰ったらやばいから。なんだこれ。なんかこれ、どんな歴史でどういう風にこうなったのか知りたいレベルですよね、本当に。詳しく載ってないですよね、そこまで。ああ。もう、下の段まで見えないところまで全部です。すげえな。あ、そのコメントですね。やば。ちなみにライトがないと真っ暗で何も見えません。すごい。
と僕のライトだと弱くて見れないですね。僕のつから、ロープ電池もうダメですね、僕の方は、はい、ちょっと、あ、すみません、お、下ります。階段はもうボロボロですが、階段っていうかもう砂利崩れちゃってますね。多分江戸時代の昔の、全部お墓ですよ、全部無縁仏です。向こうの方まで右も左もですよ。ここやばいですね。超明かり見えます。あ、見え、どこですか。あ、足元ぐらいだったら見えます、ね、あ、見えます、はい、大丈夫です。これ見てください、全部墓石、名前のないお墓です。いやーすごいっすね。なんかね、これがどういう経緯でできたのかとか、もうと古さを見てもらえば分かるんですけど、石の一つ一つの仏像が彫ってあるんですけど、これはね、もうね、頭ないですね。これはなんか凄さを感じる、本当に。誰かがこれを作って、誰かがこれを建てたっていうことに対して、この景色を多分見せたかったんですね。このいいところに、東京の江戸の一番の風景を、この無縁仏に誰かがやってあげようっていうね、もう古さ、石の一個の一個の古さ、一個一個の手彫りの凄さ、これはね、なんかね、本当にね、なんかこう、すごいものを感じますよ、僕は。怖いとかじゃなくて、これを誰かが必死で、この数、見えます？この数。もう、視界に全部無縁仏のお墓ですよ。いやー、これはすごい。本当にこれはすごい。圧巻ですよ。360度全部お墓。仏像。すごいっすね。いや、こういうさ、こういうすごいところがあるっていうのを知らないもんね、日本人なのに。なんかすごいですよ、これは。これは本当に、言葉にならないよ。必死にね、配信だから喋ってるけど、これは生で見てほしいぐらいのレベルですよ。本当に。360度全部お墓ですよ。これ誰かが作ったんだもん。すごいよ。すごい、ほら、上まで全部。ここ今中段ぐらいなんですけど、この無縁仏のエリアから。すごい数ですよ。すげえや。すごい、本当に。ほら、下の段までずっと。ほら、もうライトが弱くて見えなくて申し訳ないんだけど、こう今真ん中にいるんですけど、上の段、緑のライトもよりも上にもあるんですよ、全然。とんでもないっすよ。わかります？伝わってると嬉しいんですけど。伝わってると嬉しいんですけど。1万体以上ですね。軽く1万体以上あります。これはすごい。想像を絶する。いやー、ここ、場所はどこ、場所はどこなんですかね、これは。なんて言えばいいんですかね。これは、東京郊外ですね。東京郊外。郊外です。なんて検索したら出てくる？無縁仏です。東京郊外無縁仏で検索してください。ありがた山で出てきます。ありがた山で検索してください。ありがた山です。すごいわ。本当に。サトシさん、ありがた山で検索してください。もうとんでもない、なんかね、もうほんと震える、マジで。マジでね、ちょっと感動するわ。これは。なんか変な感動だけど。一人で作ったのかどうか、いやー、わかんないっすね。もう、文献がないみたいですね。ネットにも文献が残ってない。え？なんか落ちてきた。圧
かんっすね、マジで。これはね、生で見ないとわからないと思う。この、そのさ、行く道中のお墓の建て直しもすごかったんだけど、なんかもうすごいっすよ、これ。なんか一人一人に手合わせていきたい、もう本当に。もう一つ一つの石にこう仏像が刻まれてるんですよ、名前のない。わかります？一体一体に仏像が刻まれてってるんですけど、失礼します。もう年代の古さ、これはすごいっすよ。全部ですよ、上まで全部ですよ。あの緑のライトの上の上の上まであるんですよ。全部ですよ、これ。これはすごい、すごい、もうすごいしか言えなくて申し訳ない、本当に。あのね、下からだと、あの辺ぐらいまでか、でもすごいなと思ったら、それの3倍4倍上まで、上の上まで。あの緑のライトが光ってる部分が中腹じゃないんですよ、3分の1ぐらいなんですよ。今緑のライトが光ってる部分が3分の1です。でもその3倍ぐらい仏様がブワーってあるんですよ。もうとんでもないですよ、視界全部ですよ。これはすごいわ。なんかこれはね、もう怖さとか超えてる。ここまで行くとパワーがすごい、本当に。いやー、ここはすごい場所だわ、本当に。ちょっと震えてる俺。これはすごい、これはすごいな。いや、人間ってすごいわ、人間ってすごいわ、すごいな。ほんと極楽みたいなね、この景色見てよ、この東京の夜景。すごいわ。戻りましょう。ありがとうございました。一礼していきましょう。成仏してください。で、こっちが現代のお墓ですね。こっからはね、無縁仏じゃなくて、改築してるお墓です。こっからは舗装されてますね。東京郊外の、無縁仏のお墓で、なんて検索したらいいって言ってたっけ？メグさんいらっしゃい、初見さん。もう、とんでもないですよ。すごかった。いやー、もう言葉になんねえわ、マジで。なんかすごい神聖な場所に来たみたいな。すごい。いや、これは生で見た方がいいっすよ、本当に。ここはすごい。ありがた山、東京無縁仏ありがた山、ありがとうございます。これはすごいわ。そしてこの絶景ですよ。後ろはその無縁仏のブワーってもう何万体もあって、この夜景ですよ。これがその、なんていうのかな、なんて言えばいいんだろう、自然発生したできたお墓なんだろうね、多分。ここで戦争があったのかな、大昔に。多分ね、戦があって、ここにね、丘にさ建てたんでしょうね、多分。帰り道の絶景加減がやばい。お墓だと思えないよね。すごいわ。これは来てよかった。いやー、これはね、生で見たら震えますよ。これを人間が作ったのかっていう。こんなこと人間ができるのかっていうね、凄さ。その死者に対するリスペクト。弔い方がすごい。本当に。感動した、ちょっと。
その心霊的なね、感じじゃなくて、こう、ほんと、霊的なっていうか、神聖なっていうか、そういうスピリチュアリストじゃないけど、こう、パワースポットのようなね、変なお墓ですね。お墓、こっち側、今、建て直してる、綺麗にしてるお墓ですね。上の方にある、もう最上階にある、その無縁仏の、何万体の無縁仏がすごいですね。昼間にこれは行くべきだと思います。本当に。昼間に行ったら多分視界全部だと思いますよ。僕、今、ライトで映ってるところしか見えなかったんで、やっぱり。これはね、なんかね、もうすごいしか言えない。本当に。すごいしか言えないですね。ああ。いやー。こんなところあるんだな。今、何？ありがとうございました。お邪魔しました。すごい。調べたら、関東大震災。はあ。あ、でもね、関東大震災の時も建ててるだろうけど、多分ね、もっと古い石ですよ。もっと古い石があるの。上の方に行けば行くほど古くなっていくから、多分ね、最上階に、もう本当に江戸時代とか、もうそれより前の人？要はね、関東大震災の時だったらさ、100年行ってないから、それっぽいのもあるのよ。あ、これは100年ぐらい前だろうなって。見ればわかる。あのね、上の方に行けば行くほど古くなっていくんですよ。だから、誰かが一番上に立てて、自然発生して、多分ね、大量に死んだ事件かなんかがあったのか、事故があったのか、戦争があったのか、それでね、多分みんなが建て始めたんでしょうね。これはすごかったわ。すごかった。すごかった。ここにお墓を建てたいって思う気持ちがわかるもん。そのお墓の向いてる方向を見ると、やっぱりね、絶景があるんですよ。っていうか、おしゃれだな、フォルクスワーゲン。すごいところ来たな。ロアコさん的には霊的に強すぎたから多分来れなかったんだろうね。ロアコさん、ここでもう引き返しちゃったんですよ。ここでうずくまって引き返しちゃったの。多分、霊の数が多すぎたんだろうね。霊感ないから多分入れたんだと思う。お若さん霊感強いからさ、多分、あ、これダメだってなったんだろうね。いやー、感慨深いものがありますけど、なんかすごいね。人間ってすごいわ。どうでしたか、今日の放送は皆さん。最後の、まあ、心霊スポットって言ったけど、ちょっとね、趣旨が違かったかもしれませんが、まあ、貴重な映像が映せたと思います。いやー、感無量ですよ。来てよかった、今日は。行動してよかったっす。本当にすごいもん見たわ。ちょっと寒いんで、車にエスケープしますね、僕は。申し訳ないが。最後まで見てくれた方、ありがとうございました。心霊スポット4件目でしたが、僕はちょっと霊的なあれよりも感動しております。すごい。すごかった。これ生で見てほしいですね、本当。東京に来ることがあったら。人の凄さはわかる。なんかね、サグラダ・ファミリアとか、そういうなんか遺跡を見た感覚に近いね。東京にこんなところあるんだ、みたいな。ほんと遺跡見た感じ。アッシャガールさん、お疲れ様です。ありがとうございます、最後まで。ほんと感動しました。東京にもこんな場所あるんですね。
お供え物を持ってきたかったですね。想像のところにお供えして、また来る機会があったらちょっとお供え物を持っていきたいと思います。ここにはいや寒い、多分マイナス入ってますね。気温痛いですもん、体中キンキンに冷えました。いやすごかった、とんでもない。あ、音切って先に帰ってきたのか。先に帰ってきたと思う、寒くて。うわすごかったよ。すごい映ってんの見えた。え、何は？あの人の今で、え、丸いってたの。変なお堂みたいなところに顔が映ってんの、うん、え、今でも見える、うん、嘘、見せてどこどこ。上はスイッチだから触る。うん、どここの辺とか、うん、この辺とかこの辺とか、うん、分かる。何悪いかな、顔映りまくってんの。そう、うん、何十体。いやもうねすごいよ、いっぱい人が見てる。嘘、カメラ、いいよ、カメラ見てる人が。もうすごい、行ったら分かるけどもうね心霊スポット超えてる、うん、だって上から、ね、四つ星っていうから。やばい、あそこは逆にもう神聖な気持ちになるぐらい本当に。多分うん、なんだろう、あそこはすごい。後で見直したらいっぱい多分いっぱい映ってると思うよ。もうとんでもないね、逆に神聖さ感じるぐらい。うん、いやありがとう本当に、すごかった。もうねなんつうの、上にさ、もうすごいのよ、それでも。もう、例えば横に25から30ぐらい、左にもそれくらいある。それが、もう30台ぐらい見えるのよ、ライトで照らして。それで4分の1ぐらいなの。もう、ブワーってあんのよ、上に。とんでもないっすね。1万体じゃ効かないっすよ、ほんとに。いやー、ほんと、ぜひ行ってもらいたいっすね。ぜひ目で見たら、ああ和道言ってたのこういうことかって分かると思う。本当にとんでもないね。これは明日分かるの？確定するのは12時超えたからだね。明日の12時超えてから、うん、いやーここはすごい、すごいね。ん？俺の放送？あ、僕、ごめん、うん、今ログイン中出ちゃってさ、うん、いやこんな場所あるんだね。皆さんありがとうございました。初見さんはぜひフォローお願いします。よろしくお願いします。言葉にならない、本当にすごかったわ、すごかったマジで。なんて言えばいいんだろうな、すごいよ本当に。上から視界の全部あるじゃん、下まで全部お墓、上は全部さ、お地蔵さんだったじゃん、うん、あの無縁仏のお地蔵さんと掘ってあるんですよ、一体一体、うん、一体一体掘ってあるのか、一体一体掘ってあるんですよ。念がこもってんだな。こもってますね、うん、ね、もうその要は年代がわかるんですよ、掘ってあるところと、うん、石だけのところと、うん、もうその崩れてる仏さんのエリアとか、うん、で掘り方が変わってるんですよ、うん、もう掘り師が変わってる、ね、変わってる、変わってます、うん、だからもうほんと昔の仏像の掘り方のところもあるし、うん、すごいねほんと。この意志ってすごいわ。だって一体掘るのすごい、一日じゃ使わない。いや無理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 、あんなの一個の石像掘るのに多分1ヶ月はかかるから、それをあの数作ってるわけでしょ。どうしあんなに、まあ、多分弟子とかもいるんだろうし、うん、で上の塔にそのなんていうの、その人工的な
その近代に作られた塔みたいなのがあるんですよ、一番上に。なんでこれができたのかっていう由来とか本当調べたいぐらいですね。なんかマリッツさんはどうしてあそこを知ったって言ってて、いやわかんないっす。っていうか僕お墓なのか何なのかもうわかんないで言ったじゃないですか、うん、だからもうとにかく面食らった感じですね。廃墟なのか何なのかなみたいな。あのいろんなお墓見てきましたけど、なんかすごい歴史を感じる。っていうかまたあれなんだけど、多分音ノイズだらけになってると思う。多分向こう音聞こえてないでしょ。あ、変なノイズ入ってたでしょ今。すごい数映り込むと思うよ、例的には。すごいことになってると思う。怖いとか疲れたじゃなくてね、パワーもらった、あそこで。そう、すごい感動しましたね、不思議なパワーを。いや感動したわ。昼間も来たいな、ここ。してるしてる。マリッツさんの放送見ていい？大丈夫よ。今どこにいるかとか。うん。まだ。うん。井戸のところ？白蛇の像がある。ああ、俺帰っちゃったのか。じゃあメインスポットみたいなのいっぱいあったんだろうね、多分ね。
すごかったなマジで。じゃあ一旦僕ら切りますか。じゃあ一旦切ります。お疲れ様です。ありがとうございました。みんなオツです。ありがとうね、見に来てくれた人、フォローしてくれた人もありがとう。お疲れ様です。お疲れ様です。お疲れ様です。お前コメント欄荒らすなよ。バカとかハゲとか書くなよ。なんでお前動画の内容も見ねえで、お前バッドボタン押してんねん、もう。